すすやいの祠は、ハイラルの監視塔から南西にあります。先に進むと車が3台走っています。真ん中の車をウルトラハンドで掴んで取りましょう。真ん中の車には宝箱が乗っています。木の矢かける5本、ゲットだぜ。動いている坂を車を使って登っていきましょう。車に乗り込む前に先に進んだ場合、モドレコを使い乗り込みましょう。乗り込んだら解除して車で先に進んでいきましょう。先にある十字のクロスレンチを押して回すと扉が開きます。しかし回していないと扉は閉じてしまいます。扉付近でウルトラハンドで回しながら先に進みます。周りにあるタイヤをレールのある台座につけて移動します。タイヤをウルトラハンドでレールの間に挟みます。タイヤをレールの間に乗せて台座にくっつけます。タイヤの部分をうまくレールの間に乗っけましょう。レールの幅にタイヤを乗っけたら弓矢などでタイヤを叩いて起動させます。台座が動いてクリアです。ご視聴ありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。